西田直美さんといえば、秘密の花園やナビの恋、ライフなど数多くの作品で知られる女優ですが、若い頃はモデルとして活躍していたみたいですね。髪型やファッションが可愛い、綺麗と話題です。その西田直美さんの結婚、旦那、子供など家族は？西田直美さんの年齢や身長、高校大学や経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。西田直美さんのプロフィール、名前、西田直美、出身地、広島県福山市。生年月日、1970年2月16日。年齢、49歳、執筆時、身長、163センチメートル。血液型、B 型、学歴、福山市立福山高等学校、文化服装学院卒業。職業、女優。所属事務所、ロンギュークラブ。西田直美さんの経歴、若い頃。西田直美さんは1970年広島県生まれ。両親も親戚も公務員という家庭に生まれます。子供の頃から親に公務員になるように言われ続け、地元の公立高校に進学した際も、親に従って就職コースと進学コースのうちの就職コースを選びます。実際には東京の短大に行きたかったそうですが、地元から出ることを親に猛反対されたみたいですね。親に人生のコースを決められてしまうことに反感を持っていたという西田直美さんは、親たちの前で上京して服飾関係の専門学校に進学することを宣言。案の定も反対を食らいますが、祖母の口添えもあって、ようやく地元を離れて進学することを認めてくれたといいます。高校卒業後は文化服装学院に進学。同校は服飾関係の専門学校として非常に著名で、腰の姉妹やドン小西さんなど、世界的なファッションデザイナーを輩出しています。在学中は飲食店や雑貨屋など、様々なアルバイトを経験します。モデル事務所にも所属し、ファッションモデルとしての活動を始めますが、ほとんど仕事がなかったみたいですね。しかし、卒業後にモデルの仕事が舞い込むようになり、アン、ノンノ、などの有名ファッション雑誌の表紙を飾るようになります。ノンノ、では好感度1位に選ばれたこともあるなど、モデルとしてかなりの人気を誇っていました。最初は女優の仕事には全く興味がなかったそうですが、ある時マネージャーに言われてテレビドラマ、俺たちの俺、93年、のオーディションを受けることになります。結果は見事合格、ヒロインに抜擢され、同作で女優デビューを果たします。この作品で女優業に興味を持ったという西田直美さんは、その後も様々なドラマや映画に出演するようになります。特に矢口忍監督、中江雄二監督作品には常連として出演しています。矢口忍監督作品、秘密の花園、では日本アカデミー賞新人俳優賞。ハワイ国際映画祭主演女優賞、日本映画プロフェッショナル大賞主演女優賞を受賞。秘密の花園より、また、中江雄二監督作品、ナビの恋、では横浜映画祭助演女優賞、報知映画賞助演女優賞を受賞。ナビの恋より、他、現在に至るまで数多くのドラマ、映画、舞台、CM に出演。近年も、水族館ガール、16年、僕はマリの中、17年。東野圭吾手紙、18年、メゾンドポリス、19年。などのドラマ、義勇罪、18年、生きてるだけで愛、18年。初恋、お父さん、チビがいなくなりました、19年、We Are Little Zombies、19年。などの映画をはじめ、出演多数。女優として第一線で活躍を続けています。次ページ、西田直美さんの結婚、旦那は世界的な靴デザイナー。子供は娘で絵がうまい。西田直美さんの結婚、旦那は竹ヶ原俊幸介さん。西田直美さんは2005年7月7日に結婚、入籍しています。結婚相手の男性は靴デザイナーの竹ヶ原俊幸介さんです。慣れ初めは不明ですが、西田直美さんは文化服装学院を卒業し、
ファッションモデル出身ですので、ファッション関係の仕事で知り合ったのかもしれませんね。竹ヶ原俊之助さんは福岡県久留米市出身で、祖父も靴職人なのだとか。美術系大学に進学し、在学中から独学で靴作りを始め、1994年に自身のブランド、竹ヶ原俊之助、現、オーセンティックシュー CEO を発表。ジョージコックス、ナンバーナイン、パラブーツなどの著名ブランドのデザインも手掛けるなど、かなり優秀なデザイナーのようですね。実際、2004年にはイギリスの靴博物館、ノーザンプトンミュージアム&アートギャラリーに、竹ヶ原俊之助さんが制作した靴が永久保存、殿堂入りとして収蔵されており、世界的にも高く評価されているみたいですね。自身が表に出ることを好まないため、写真画像などは出回っておらず、生年月日も非公表とのことです。西田直美さんの子供は、西田直美さんは2008年4月6日に第一子となる女児を出産しています。娘さんの名前や学校、写真画像などは非公表のようですが、西田直美さんご本人のツイッターに娘との日常がよく投稿されています。おはようございます。日曜の朝ごはんに、土井先生の納豆トーストを、娘と作ってみました。ちょっと焦げたけど、めちゃくちゃ美味しいです。久しぶりに福山に帰って、お墓参りして、娘と二人旅、倉敷の美観地区なんて。中学生以来なんじゃないかな。楽しい、丸、娘がいつの間にか模写してたやつ。昨日、鈴なりで鳥の名前噛んできた。当たり前だけど、皆さん上手くて惚れ惚れ。面白かったな。写真は、娘が描いた平たくわがた。噛んだ人しかわからない、アスタリスク、アスタリスク。9歳当時の絵ですが、妙にうまいですね。平たくわがたの特徴をよく捉えています。父親が世界的に著名な靴デザイナー、母親が人気ファッションモデルにして女優ということで、娘さんも確実にその血を受け継いでいることが伺えます。将来はやはり、芸能、芸術系の仕事に疲れるのでしょうかね。私生活では、毎朝6時前に起き、娘の支度の手伝いや送り出しに始まり、家事に明け暮れる毎日だそうですが、寝坊しそうな時は娘さんが起こしてくれたり、また旦那さんも家事に協力的だったりと、多忙ながらとても充実した日々を過ごされているようです。年齢を重ねるほどに輝きを増しておられて、とても素敵ですね。以上、